はいどうも、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今回は当該挑戦攻略やっていこうと思います。まず最初に言っておきたいんですが、今回はかなりむずいです。ガチ勢の方ならすでにお気づきだと思いますが、今回は各課が相手なんですよね。限界挑戦の各課は気力攻撃時 50% の確率で即死させてきます。また敵のうち5人が強力なデバフ持ちなのでかなり苦戦を強いられます。さらに難易度を170に設定すると鬼畜モードになります。それじゃあ攻略方法を紹介しますね。まず神武は下肢の壁があると楽になります。下肢の壁は気力回復を 30% の確率で無効、さらに敵の全ダメージを減らせるので耐久力が一気に上がります。ひょうたんはデバフ用に入れてますが、使わない方がいい可能性があります。装備のせいで回復よりダメージの方が大きいですしね。もう一つは適当でいいです。霊獣は気力を下げる青龍、耐久力を上げる伏牛、あと龍像があった方がいいです。才能は長領の正面の劉備には守護をつけて、曹操、大井には闘志、光栄には吸収をつけています。脅威は絆効果で耐久力あるので吸収にしてます。それじゃあやっていきましょう。あ、稽古補正はこんな感じでステータスや命中に振ってます。まず劉備は HP50% 以下で即気力を打つことができます。また氷結が闘争になります。闘争は気力負荷、あと防御を下げることができます。闘争じゃない敵の気力回復速度を下げることもできます。龍像のおかげで劉備が死なずに済みますね。下肢の壁を打ったのでダメージが 1.2 倍になりました。それじゃ盾の説明ですが、劉備は敵の気力妨害、曹操はサポーターの気力回復とデバフ役、大井は回復とダメアップ役、脅威は生き残りやすい長領にダメージを与える役、バウン力の UR5 がいれば回復力もあるのでバウン力もありですね。多少順番を変えれば紹介やる武器でも勝てました。当該は必須キャラで各課にダメを与える役、大凶も各課にダメージを与える役です。最終日になれば当該のステータスが上がるのでダメージが伸ばせるかもしれませんね。今回の点数を伸ばす方法は各課と挑戦に気力を打たせることです。ただこの2人に気力を打たせると敵を倒せなかったり全滅しちゃうんですよね。なのでハイスコアを狙うのはかなりの運ゲーとなります。今回は各課が全然気力を打ててないのでハイスコアは厳しそうですね。各課だけに気力を打たせて即死が発動しないのが一番なんですが、かなりの試行回数が必要になりそうですね。戦い長いな。正直喋ることなくなってきた。喋ることないので劉備持ってない人への話をしますね。劉備を持っていない人は挑戦を使うといいと思います。挑戦の魅惑は総費と各課を狙ってくれるので劉備極伝ほどじゃないですが勝つことができます。ですが挑戦や各課の HP 回復が発生しやすいのでクリアすれば割と点数伸びたりします。こんな感じですね。121万点取れました。挑戦と各課が回復してくれてますね。ただめっちゃ死にやすいので気をつけてください。分かってたけど点数伸びなかったですね。敵の被ダメージ全員同じですね。一応何回かやってれば
110万くらいは超えられます。120万はかなりの運が必要になってくると思われます。まあ、ハイスコアを目指す人はポチポチ頑張ってください。もっと良さそうなパテが見つかれば、また更新するかもです。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。